亀谷貴政の血統の教室、今回は G1 ビームということでダービーを分析します。お願いします。はい、まずは去年の予想お見事でした。そうですね、本命のダノンキングリーが2着で、対抗から4番手の馬が1、3、4着ですからね、まあ、結構嬉しかったですよね。であと勝ったあのロジャーバローズか、まあ、ロジャーバローズはね、YouTube これ前頭検索の時も当然高評価したんですけど、あの YouTube チャンネルね、一つ言っとくとね、2週間ぐらい前に撮ったのかな、1週間ぐらい前だから枠順見てなかったんですよね別に。でたまたま一躍に入って展開を恵まれてラッキーだったんですけど、まあダービーに向く血統だっていうのはね、こう枠順見る前からちゃんと分析していたっていうことだけは言いたいですね。まあ、あと、まあ、贅沢な後悔という意味では、まあ、ロジャー・バローズを本命にした方が美しかったですよね。去年ケンタッキーダービーも、まあ、たまたま繰り上がりで1着だったんですけど、ケンタッキーダービーはカントリーハウス本命にしたんですけど、ケンタッキーダービーね。だからロジャー・バローズも本命にしておけばケンタッキーダービーと日本ダービー両方大波乱だった、これを両方本命にした予想かっていうのは多分僕しかいなかったと思うんでね、そうしてたらちょっとそこだけがちょっと悔いが残りますかね、はい、それでは今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではダービーの決闘的なポイントからお願いします。そうですね、これはもう本当去年のまんまでいいと思うんですよね。競馬は農業であるということで、やっぱりもうノウハウが確立されてきてますよね。主流の血統にさらにお母さんに主流 のスピードを強化したというか、仕上がりとスピード、3歳前半までに仕上がる血統と速さですね、この2つが大事ですよね。ですからお父さんはもうサンデー系か、サンデー系の中でもクラシックの実績のある、まあ、特にディープインパクト、あとはキングマンボ系ですね。キングマンボ系でもやっぱクラシックに実績のある馬。まあキングマンボ系の時には、まあ、YouTube チャンネル見てほしいんですけど、品系はねクラシックに実績あることも大事なんですけどね。でまあサンデー系の場合は母系に米国型ノーザンダンサーとか、あとはダンチヒ系ですね、あとはミスプロ系、この辺の速さの血を補うということが大事ですね。でまあ、過去の振り返ってみますとね、一応ね、去年がロジャー・バローズが、お父さんがディープインパクトで、母の父がダンチヒ系ですね。で、まあ、欧州マイル G1 の中でもスピードとキレが要求されるね、ジャックル・マロワ賞の勝ち馬でしたからね、母父がね、まあ、結構フランスのマイルっていうのも、ね、結構大事なんですけどね。だからフランス型の中でもイギリス型とかスタミナ型とかあるんですけど、でこの馬はフランスのマイルでも実績がある母父ですからね。で近親はジェントルドンナですよね、まあ、これもレース前に言ったんですけどね、で2着のダノンキングリーですね、これもお父さんディープインパクトで、まあ、母父がストームキャットで、母の母父に短距離のスピードに優れたマッチェム系ですね。もう僕は何度も何度も何度も言ってますけど、このマッチェム、インリアリティの吉っていうのはものすごく今の日本の馬場では大事なんですよ。これはもうインリアリティっていうのはもう、まあ、これ絶対破られないんですけど、仕組み上アイビスサマーダッシュのレコードを出したカルストンライトですね、この馬だってインディアリティですか系ですから、で 1000m で一番速い位置っていうのはインディアリティの系統なんですよね。このスピードを強化するっていうのはもうかなり大事ですよね。で2018年も甲冑のワグネリアンがディープインパクトでしたよね。でおばあちゃんのブロードアピールは 1200m 重賞の甲冑馬で、もうスプリントの速さを追加してますよね。でこれで2着のエポカドーロはお父さんが三冠馬のサンデー系のオールフェーブルで、母の父が 49er ですよね。でお母さんのダイワパッションというのも 1200m 重賞勝ってますから、もうこう主流血統に母でスプリント的な速さを足すっていうのはもうパターンとして決まってますよね。で2017年ですね、これ勝ち馬のレイデオロですね、お父さんキングカメハメハでディープインパクト、品系はディープインパクトですからね、ディープインパクトと同じウィンドインハーヘアの一族ですね。でおばあちゃんのレディブロンドがスプリンターでしたからね。で2016年もディープインパクトが1から3着を独占しましたけど、マカヒキとサトノダイヤモンドはどちらもアルゼンチンの母系ですね。ただこれね、後で話題に出ますけどね、アルゼンチンの母系であっても何でもかんでもいいわけじゃないんですよね。マカヒキとサトノダイヤモンドっていうのはどっちもお母さんに
お母さんの方に日本でも実績のある血を持っていたっていうことなんですよね。アルゼンチン血統ってまあダート的なパワータイプも結構いるんで、だからこうパワースタミナ馬も結構いるんですよ。アルゼンチン血統だからって何でもかんでも速いわけじゃないんですよね。だからその辺は大事ですよね。だからマカヒキと里のダイヤモンドってどっちもアルゼンチンのお母さんなんですけど、早い日本に対応する速い血を持っていたんですね。これも結構大事なことだと思いますよ、はい、ということでね、まあ繰り返しになりますけど、主流血統のお父さん、クラシックに実績あるお父さんを持つと、まあこれはでもダービーに出てくるのほとんどがそうですから、あとはその母系にダンチ、ストームバード、フレンチデプティといった 1200m や 1600m、 特に 1200m にも強いスピード型ノーザンダンサーを強化するっていうのがかなり大事なことだと思いますね、はい、なるほど、わかりました。では次に戦歴の傾向はいかがでしょう。そうですね、まあ出走馬は皐月賞組が、まあ、当然多いんですけど、もう前走3着以内か5番人気以内、皐月賞で5番人気以内に支持されるか3着以内だった馬ばっかりが走ってますよね。まあ、これしか走ってないんですよね、この10年間は。まあ、あとは他の路線ですね。他の路線は結構重要で、過去2年で2桁人気で馬券になった馬は前走で5番手以内の先行経験があったんですよね。まあ、例えば2018年のコズミックホースですね。これも実は先行経験があったんですよ。で2019年のロザーバローズですね。これも先行経験があったんですよね。で、まあ、人気薄の先行馬というのはもう毎年惜しい競馬してるんですよ。今にして思えばってマイスタイルとかが4着になだれ込んじゃうというね。あとコメートですね。コメートも16番人気ながら5着に走ったということで、先行経験というのはすごく有利ですよね。それなんでかっていうと、競走馬走る距離知らないですから、もうこのダービーで流れに乗っていく意味で軽走の先行経験というのはものすごく大事ですね。まあ、あとはやっぱ枠順ですよね。まあ、本当に内枠が有利ですから、過去10年でも 1,2 枠は副賞率 28%、 副賞開始率 135% ですよ。まあ、単勝開始率も当然高いんですけど、もうバカバカしいから言いません。もうだってそれ高いに決まってますからね。という感じですね、はい、なるほど、わかりました。ではこれを踏まえて明日はダービースペシャルということで、出走予定馬前頭チェックをお願いします。はい。